はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ユーロの手です。皆さんお久しぶりです。お久しぶり。ですね、久しぶりにレビュー動画撮ろうかなと思いました。まあ、スチームゲームをやっていく上でもそうなんですけど、自分はヘッドホンよりも、まあ、イヤホン派というか、で、まあ、イヤホンをしながらゲームをしてるんですが、まあ、イヤホン派っていう表現が正しいのかどうかわかりませんが、で、最近ちょっと新しいイヤホンを購入して良かったので、ちょっとそれを紹介して、まあまあ、ゲームに関係することなのでいいのかなと思いました。まあ、以前もね、AirPods をレビューしたことがあるので、はい。デラックス6という、この、イヤホンなんですけど、これが結構良かったので、レビューしたいと思います。ちゃんとね、こんな感じで、箱に入ってるんですよね。綺麗なね。はい。中身こんな感じですね。はい。カナル型のね、イヤホンで、はい。ちょっと出してみますね。はい、特徴は何と言ってもですね、まあ後で見ますけど、こんな感じで、はい、コード部分だけ脱着が可能っていうことですね。はい、こんな感じで本体は、はい、カナル型で耳につけるものなんですが、いいよっと。で、3ドライバーのね、はい、こんな感じのちょっと見にくいですが、はい、ハイレゾイヤホンになってます。はい、でここでつけて、はい、カナル型です。コードをつけて、まあ聞くという感じになりますね。はい、でさらにこれを開けてみましょう。はい、こんな感じで、その消耗品なのでちゃんとこういうゴムがついています。で線をまとめられるクリップも、はい、ついています。この、3つがセットになったものですね。はい、本体と、コード、これは替えが効くコードですね。そして、イヤホンのゴムですね。はい、この3つが、セットになっています。じゃあ実際にちょっとつけた感じを見てみたいと思います。ユーロチャンネル。つけた時の見た目はこんな感じです。つけた感じなんですけども、多少ドライバー部分が大きいので耳に違和感があるものの、フィット感は良好ですね。で、女性にもつけてもらったんですけど、かなり好評でした。なんで男女とも使える感じですかね。はい、ではこのコードの方も特徴があるので、ちょっと中を出してみますね。まあ皆さんもいろいろ普段使っているイヤホン、パソコンに使っていたり、普段スマホに使っていたりすると思うんですが、これは本当どのシチュエーションでもいける万能型のイヤホンだと思いますね。はいはい、こんな感じで、ちょっとわかりますかね。こうよじれたコードなんですよね。なぜよじれてるかというと、強度がアップしてるんですね。どうしてもこの付け根の部分ですね、付け根の部分とかこの辺りで割と、まあ、断線まではいかないですけど、このコードを覆ってる外のビニールがこう破れたりとかするじゃないですか。はい、これはそういう心配もなく強度のあるコードが使われていて、それが売りの一つではありますね。はい、なんと、はい、再生ボタンだけじゃなくて、はい、マイクもついてますね。なんで通話も可能であるということ。はい、そして一つ注意点があって、このコードをつけるときなんですけど、このコード R と L、 右と左でつけるコードが決まっていること、そしてつけるときはここに
ちょっと見えにくいんですけど、このコードの上のところに R っていう文字が書いてあるんですね。で、ここにも R っていう文字が書いてあるんですが、はい、その RR 同士をつけないと、うまくつけられないんで、ちょっと若干力がいる感じです。なんでそこだけ注意してください。先を急ぎましょう。はい、では、Amazon のページを、見て特徴を見てみましょう。自分がね、この、ハイレゾイヤホンなぜ購入したかというと、まず一つ価格ですね。はい、2999円で購入することができるという点が非常に大きいですかね。で、後で見ますけど評価も非常に高いんですね。まあ、12件のカスタマーレビューですが星5つになっています。そしてもう一つの特徴はですね、ここですね。はい、エイジングが必要であるということですね。はい、100から200時間のエイジング、鳴らし運転をすることで購入当初とは別次元の驚くべき音質に進化するということですね。まあこれは新車と一緒ですかね。新車も鳴らし運転、することによってエンジン本来の性能を引き出すことができますが、まあこの、ハイレゾイヤホンも、そのことが必要であるっていうことですね。実際のレビューを見てみると、スマホはもちろんのこと iPhone シリーズ各種に対応していて、プレステ4、任天堂スイッチなど様々なゲーム機にも対応し、音質も高いのでとても満足できる一品ですと。携帯ゲーム専用にイヤホン付きが欲しくて購入しました。音質にこだわらないので雑音がなければいい。外見も赤色が好きなので気に入っていますが、別の色もあった方が人気が出るかなとは思います。私自身いい買い物ができたと満足していますということですね。はい、その他にもこのお値段でこの音質なら、かなりすごいのでは。音質は iPhone のスピーカーをそのまま届けている感じ、重低音をしっかりとかというよりは基本の音そのままに届けてくれるように聞こえましたということで、はい、音もデザインも良いということが書かれていたり、はい、高級感があるということも書かれていたり、まあ値段相応ですという意見もあったりとか、はい、レビューも参考になると思います。はい、自分としてはかなり音質も気に入っていますし、はい、何せこう3ドライバーのハイレゾイヤホンがまあ3000を切る値段で、購入できるということで、はい、かなりお買い得かなと思うので、ぜひイヤホン、まあ消耗品なのでね、ちょっと他のイヤホンにしてもらおう、してみようかなという、はい、選択肢の一つとして、購入を検討してみてください。概要欄に Amazon へのリンク貼っときますのでご覧ください。では、今回は、自分も使っているイヤホンのレビューでした。またなんかゲームに関係するような、レビューがあれば、撮りたいと思いますので、ご期待ください。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日君に会える日を楽しみにしています。